木村亮 YouTube で解決後半質問トーク。はい、佐藤です。佐藤です。こんにちは。こんにちは。はい、本日はもう4月の末ですね。1個前にね、模試について話していたと思うんですけど、醍醐味である志望校判定っていうのがあるじゃないですか、あれ結構ね、その間違ってしまったりとか正しくないものを変えてしまったりするわけなんで、題してどこを書けばいいの、もちろん志望校判定。結構ね、模試これから初めて受けるっていう子も多いと思うので、一応言っとくんですけれども、模試っていうのは志望校の判定が出るんですよね。はい。で、志望校の判定ってその第一志望だけじゃなくて8つとか9つとか10個とか、それぐらい書くところがあるんですね。はい。で、その時に志望校決まりきってない子とか、第一志望しか決まってない子っていうのは、同じ大学の違う判定方式をいっぱい書いちゃって、全部同じ判定が出る、E とか D とか、で結局自分の実力っていうのは測りきれないっていう子が多いので、今日はこの話をします。どこを書けばいいのかっていうと、3つ軸を作ってほしいなと思ってます。まず1つが第一志望ですね。例えば私立カンカン能率だったら関西大学とかね、立命館大学とか、そういう第一志望の大学を書くところ、はい、その次に実力総合校っていうランク付けですね。それが今の実力でいくと、この辺やったら頑張ったらいけるかな、っていうようなところ。最後に安全校。安全校っていうのは、ここやったら多分普通に受かるだろうな、って思えるような、この第一志望と実力総合校と安全校、この3つを必ず回答してなと思います、理由としては、適切な、ね、学力を測るっていうのもそうなんですけれども、みんなが受ける大学って、第一志望だけじゃないと思うんですね、滑り止めとかも受けると思うんですよ、でその時に進路面談とかする時に、第一志望だけじゃなくてそういうところの大学を判定しといてくれたら、僕だったらじゃあいけそうやなっていうのはスムーズにこっちも分かるので、そこは必ず3つ書いといてほしいなと思います、自分にとって実力相応であるっていう大学って、第1回の模試の段階だったら結構判断しにくいかなって思っちゃうんですよね、そこはどうやって判断してるんですか。あ、そうですね、まあそれは大体偏差値で見てもらったらいいかなと思います、例えば有名なところだったらカンカン同率第一志望で見ましたところだったら、実力総合校は換金校で、で安全校は接心ついとみたいな形で、その大学群ごとに見ていって判断してもらったら一番いいかな、なるほど。じゃあ第一志望のところをしっかり軸に置いて、そのワンランク下、ツーランク下を出していきましょうっていう感じですね。なるほど。あとは学部が決まってるんやったら、この学部の滑り止めって大体どこ受けますかっていうのを聞いてくれたら、すぐにこっちとしては答えれるので、そうですね、聞いてもらったらいいかなと思います。はい。間違ってもデジタルハリウッド大学とか書かんようにね、言うと思ってました。むちゃくちゃ書くよな。書きます。貴重な一つのね、和光デジタルハリウッド大学、しかもあれめちゃくちゃ難関ですから。そうですね、難関に出ちゃうんですよね。みんな書いちゃうんで、興味引いちゃうんでね、もったいないんで書かないようにしておいてください。はい。ということです。それでは本動画を応援したいと思います。よいしょ。